今日は福島どうもありがとうございます。来ていただいて、うちのメンバーを取材してますので、はい、いろいろお話を伺えればなと思ってます。こういうね、なんかカメラとかね、機材で自分でこうやって動画の発信できるようになったこと自体が情報化のマスターね。あー、なるほど、ありがとうございます。でも昔はね、本当にこういうのってね、うん、マスメディアとか高い機材を使ってやるしかなかったのが、今こうやってここでもう機材さえ買っちゃえば、うん、情報発信コストってほとんどゼロですからね。そうですよね。だから YouTube でうちも発信してるんですけど、まあ、コストがゼロになったっていうのはかなり大きいんだなと思いますね、うん、でそれがまた広めていくっていうのが、うん、今もう Twitter とか Facebook でどんどんシェアされて広まっていきますから、まあ、やっぱり昔に比べていろんなこういう社会貢献とかね、 NPO の活動なんかもものすごくやりやすくなってると思いますね。クルーとかここ福島来てここが良かった、さっき福島ってあるじゃないですか。ありますね、うん、あれがなんかすごく良くて、なんかこうそういうメッセージをぜひ皆さんにいただけると伝わりますね、はい、福島に今日いらっしゃる津田さんです。はい、まあ、なんか福島はですね、まあ、なんか僕だけじゃなくていろんなミュージシャンとか友達とか来た時にやっぱり口を揃えて言うのが、なんか福島何度も来ると好きになっちゃうっていう、なんかやっぱそれは人の魅力だったりとか、あとはやっぱり景色の綺麗さだったりとか、あとはもう本当に食べ物の美味しさだったりね、いろいろな本当に魅力もあるし、でもそれはやっぱり外から来た人じゃないとわからないところもあるし、多分中にいる人に気づかないところもあるし、なんかだからそういうものがすごくまあ、シャイな人も多いんですけど、すごく仲良くなったら本当にいろんなことを協力してやってくれたる方も多いので、なんか本当に外 のそういう福島のことが好きになった外の人と、あとやっぱりもう福島で何とかしたいと思っている人たちがどうなんか連携して、まあ、日常的にまたじゃあ新しいまた福島の魅力を再発見してやっていくっていうことが多分重要でしょうし、もちろん風評被害とか大変だと思うんですけど、でも同じように風評被害で悩んでいた10年ぐらい前にベルギーとかそういう大オキシンの問題とか悩んでいたんですけど、でもやっぱり10年かけてすごく情報っていうのを発信して公開して徹底的に透明化していくことによって、少しずつそういう危機感がなくなっていって、みんな意識も変わっていったということなんで、まあ長い戦いにはなると思うんですけど、決してやっぱり先が見えないことはないと思うんですね。そういう事例は世界中にたくさんあるので、むしろその中でどうその課題を克服していったのかっていうことをどんどんそれも含めて情報発信していくことで、逆に福島が多くの他の地域に希望を与えることもできるようになっていくと思うので、なんかそういう地域になってもらいたいなというふうに思っています。